うん、地上波でうんこ発言わろた、うん、受けんだそれ、うん、うんこ普通に入れますよ、うん、何食べてるのだってストレスを軽減するチョコレートです、うん、ストレスを軽減するチョコレート、うん、めっちゃ今食べちゃうこれ、うん、めっちゃ食べちゃう、なんでだろう、うん、なんでかわかんないけど食べちゃいますね。でもこれ食べると低減するらしい。仕事や勉強等による一時的心理的なストレスを低減するチョコレートです。うん。ヤクルト1000飲んだことあるって、それなんか流行ってる、ヤクルト1000みたいなやつ、なんかめっちゃ前も聞かれた、なんすかそれ、うん、なんか流行ってるみたいね、流行ってる、買えないだって、え、そんなに買えないレベルで、チョコとの縮小取りたいって言ってる人いたから、取れたかな、うん、そのペットボトル欲しいだって、タワー3本分です、これは、いい手相してますなんて、え、見れるんですか手相、すごい、タワー3本分って言ったら安い高いって、みんな人それぞれ時間違いますから、君が欲しいごめんなさい、やばい止まらない、美味しい、明日相撲終わる、明後日は逆上がり、
し、あさっても逆上がり、あさっての逆上がり来るよって方、しあさって、しあさっての逆上がり来るよって方、待ってます。昨日はね、おだえりってうちは10個ちょっと見つけました。10個ちょっとぐらいで、うちは持ってない、あ、私のこと好きだなって思ってるファンの人も見つけました。どうやって判断するの？ね、お話し会とかに来てくれて顔面知ってる人とか、両方とも外れた、だって、外れる？倍率まだ高めでいらっしゃってるんだ、ありがたい。お顔って言うといいよ、だって。え、なんで？どうして？お話し会でお顔覚えてるの？だって、はい、もちろん。S かわいい、楽しみです。お、楽しみにしててね。 S かわいい、お顔に変えてる、だって。いや、コメントそのまま読んだだけ。髪型変わってる？髪型今日一つ結び。なんで今日は髪結んでるの？今日は収録で髪の毛結んだからです。イエイイエイイエイ、ウォーウォーウォー。明日早朝配信しないです。しないしない。最近車運転してますか？してないです。めっちゃ星に見える、だって。やった。星に見えてんだ、私。やったぜ。お星様キラキラ。明日は朝早くないです。ご飯食べた。今日はお昼ご飯はめっちゃ美味しいお弁当で、あったかい。で、夜ご飯はちょっとカレーパンと、あとハンバーグお弁当。食べた。逆上がり公園行ってみたい、だって。待ってます。
えみちゃん冷やし中華好き？あんまり好きじゃない。なんかあんま食べたいと思ったこと一回もないかも、うん、そば好き。とろろそばコンビニでたまに買う。とろろ好き、めっちゃ。おだいり最近アイス食べてる？うん、食べたと思うけど記憶にない。オクラ好き、めっちゃ。とろろ口かゆくならない、私。オクラめっちゃ好き。私ね、なんかめっちゃ帽子買ってたんだけど前から。でね、これ試着した時はもうすごいぴったりだったんですよ。で買ったらさ、こうやって帽子屋さんでさ、これ欲しいですって言ったらさ、あー分かりましたって新しいやつ出してくれんじゃん。お店にこうやって店頭に並べてあるやつじゃなくて、新しいやつ出してくれるじゃん。でそれでね、買ってかぶったらさ、めっちゃブカブカで、ずっと、え、なんでこんなブカブカなんだろうってずっと思ってね、まあ 2ヶ月3ヶ月ずっとかぶってたんだけど、今日はなんとこの裏に紐があって、これで大きさ調節することができるって知れた日です。うん。めっちゃブカブカでさ、そう、なんでこんなブカブカなんだろうって、まあ可愛いからかぶるかって感じだったけど、そう、知れた、発見。かわいい。そう、ジャストフィット、これ今めっちゃブカブカだった。基本的なことだけどよかったね。だって基本的なの知ってた、みんな。なかなかそういう帽子って服と合わせるの難しい。え、これ黒だからさ、何でもいけるよ。うん、イエーイ、かわいい。そうそう、帽子屋さんよく行く最近。帽子屋さんで買った、これ。忙しすぎて時が早いっていいことじゃないですか。いい子だと思います。公園で帽子かぶる、だって、え、かぶる。ちなみにあと5分で日付変わる、マジ。いや、皆さん、5月も本当にたくさんお世話になりました。やっぱり皆さんがいてこその、まあおだいりちゃんだと思いました。皆さん、これからもおだいりちゃんの応援をよろしくお願いします。そして6月はね、まあ、何やるのかあんま分かんないし、あんま予定ないんですけど、ぶっちゃけ、うん、なんか
今年入って5月までがすごい予定パンパンで、すごく時が早く感じたんですけど、6月からは結構空白何も決まってないので、うん、ぜひ皆さんおだいりちゃんの、はい、ことちょっと空白かもしれないですけど、こっからの7ヶ月まあ楽しんで人生送れたらいいなと思います。再販申し込みました。お、ありがとうございます。再販今応募受付中なので、明日の1時までおだいりちゃんのお話し会のチケットは受け付けてます。ということで皆さん、おだいりちゃんの今後にも期待していてください。うん、待ってます、お話し会。なえりちゃん、ということでね、じゃあ今の時間多分58分だと思う、予想や。あ、全然違いました、56分でした。キュルルンキュルルンキュルルン。お話し会次いつだって、わかんないいつですか、逆に問う、いつでしょう。611でした、611でした。よろしくお願いします。あっつうまだって、それな、あっつうま。白の服いいねだって、白の服好き、黒も好きだけど白の服の方が好き。キュルルンスクショください、キュルルン。はい、じゃあということで、じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。いきます。13位カホ、12位泉美、11位日野と、10位ファデル、9位台湾夜嵐、エビスキおやすみ、8位 KK3500、 7位マーアットおだし、6位ひとくまさとる、5位ショータアットおだいりしかかたん、4位鉄尾、3位なおなお、2位七丸、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。実質俺が1位だって。いや、みんなそんな気持ちで生きていきましょう、そのマインドで大事です。俺が1位やでって、はい、そういうマインドで生きていきましょう。うん、じゃあ5月も皆さん本当にありがとうございました。6月もよろしくお願いします。ということで今は59分かな、予想や。では皆さんおやすみなさい。おやすみ。キラ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 。バイビー。